流通大手のイオンはプライベートブランドトップバリュで展開する商品のすべてを2025年度末までに環境に配慮した商品に切り替えると発表しました。商品は化石由来プラスチックの量を減らしたリデュース、使い捨てではなく繰り返し使えるリユース、リサイクルされた原材料を使用したリサイクルのいずれかに対応させ、R のマークとともに環境に配慮した内容を具体的に表示する方針です。すでにリサイクル原料から作られたポリ袋などの一部の商品はマークがついた状態で販売されています。環境への意識の高まりに応えたもので、イオンは2030年までに月2000トンの紙資源と年間200トンのフィルムを再生利用して商品にすることを目指しています。